ボクシンググローブボクシンググローブは、ボクシングで使用する用具の一つで、拳を保護するために使用される。ボクシングと関しているが、キックボクシングなど打撃系の格闘技でも使用される。グローブの紐動物の皮を使用し、衝撃吸収剤を挟んで、拳全体を包む構造をしている。最近では、サミング防止のストッパーが付けられているものが主流となっている。 バンデージを巻いた後に装着し、固定する。プロ用は紐付きとなっていて、紐を縛って、さらにテーピングなどで固定する。アマチュア用は有効だが分かりやすいように指のあたりを白に変えている。メンファスナー式が多い。古代ギリシアのボクシングで素手で戦っていたのが、拳の保護のため手袋を使用するようになった。古代オリンピックでボクシングが採用された際、 ヒマンテスと呼ばれるお牛の皮から作った皮紐を巻いて、拳を保護していた。18世紀の近代ボクシングレ明メにはイギリスで、マフラーと呼ばれるグローブを使用していた。1838年にロンドンプライズリングルールズが制定された際に、素でで戦うルールになり、グローブは廃止。現在使用されているものは、1867年のクイーンズベリールール制定と共に誕生した。 日本ボクシング連盟ではシニアが片方10オンス、ジュニアはライトウェルター級までは片方10オンス、それ以上は片方12オンスと規定されている。日本ボクシングコミッションでは JBC ルール第2部第14章において試合で使用するグローブの階級ごとの重さなどを規定している。男子はミニマム級からスーパーライト級まで片方八オンス、ウェルター級から ヘビー級までが10オンス。女子は、アトム級から、フェザー級までが8オンス。スーパーフェザー級からは10オンスのグローブを用いる。一方、国際ボクシング機構では、ウェルター級以下が8オンス、スーパーウェルター級以上が10オンスである。グローブはすべてインスペクター検査済みのものを使い、タイトルマッチの際は、さらに未使用のものを用いる。紐は必ず手首の外側で結び、 その上をテープで巻く。グローブを折る、ねじ曲げるなどして、詰め物の移動を図ったり、グローブの外部を傷つけたりしてはならない。また原則として、工業のメインで行われる試合の場合には、選手がバンデージを着用した手をレフェリーが検査した後、リング上でグローブをつけることになっているが、インスペクター同席のもとに、控室で着用することも許可されており、試合運営上、 この控室での着用が増えている。包帯競技に見られる具体例も参照1990年代初頭まで WBA、WBC ともにミニマム級からスーパーフライ級までは6オンスグローブを使用するのが通例であり、日本国内の公式試合もこれに従っていたが、WBC が安全性を高めたいとの目的で1992年春以降で6オンスを廃止。 WBA, JBC が1995年12月31日、これに続いて、使用を止め、6オンスグローブは、世界的に使用されなくなり、多くのメーカーで製造が中止された。練習のスパーリングでは14オンス、16オンスなどの、グローブが使用されるが、その一方で公式試合では、軽いグローブへ回帰しようとする風潮もある。2006年9月、 東京で開催された WBA 第85回年次総会の理事会議では当時東日本協会の健康管理委員長だった渡辺人氏がグローブの重量変更を提案したミニマム級からスーパーバンタム級までを6オンス、フェザー級からウェルター級までを8オンス、スーパーウェルター級以上を10オンスとする内容だったが医学的データが添えられなかったこともあり。 実現には至っていない。ほぼ同時期に、パバでは2006年12月1日から1年間の期限付きでミニマム級、フライ級、スーパーフライ級の3階級のタイトルマッチにおいて試験的に6オンスグローブを導入し、その結果によっては WBA でも6オンスの使用を検討しようという動きがあった。パバのアラン・キム事務局長は小さいグローブで顔面する衝撃により、 子が多発する、格闘技で事故が報告されていないことに触れ、大きいグローブによるダメージでは即座に、子に結びつかず、過激され続けることで、ダメージが蓄積するためにかえって危険であり、早い子の方が安全だとする考えで、試験導入に踏み切ったとパが内部の声を伝えた。しかし安全性と工業的演出の両面から、見解が分かれる事案であり、現状では6オンスグローブは復活していない。 男子プロボクサーの公式試合では前説にある通り、JBC の規定によりミニマム級からスーパーライト級までは8オンス、ウェルター級以上の階級では10オンスのグローブを使用するため、体とグローブサイズのバランス面でミニマム級とウェルター級の選手の負担が比較的大きい。同様に女子プロボクサーではアトム級、スーパーフェザー級の選手、アマチュアシニアでは ライトフライ級の選手、アマチュアジュニアでは、ピン級、ウェルター級の選手の負担が大きい。各、グローブメーカーでは、ナックル部分の改良にとどまらず、素材や内部構造、縫製などによって、カットや骨折を防止するための開発が行われている。グローブでの頭部をオーダーグローブをつけてのオーダーは、素手でのオーダーに比べて、外傷を防ぐことができるが、脳への衝撃が減少するわけではない。 また、グローブの有無、軽銃での安全性やノックアウト発生率の変化に関する結論は出ていない。理学博士の吉福康夫は、著書、格闘技、奥義の科学において、グローブを重くすればするほど、衝撃力、力士ともに大きくなるとし、重いグローブ着用でのオーダーに継承を鳴らしている。新日本木村ボクシングジムの石井俊治トレーナーも、重いグローブは、 打撃を受けた直後に症状が出にくいために、スパーリングはそのまま続行され、続けて受けたダメージが累積するのも事実であるとしている。しかし石井は、軽いグローブの方が安全であるという医学的な確証もまた存在しないことや、試合では、選手がファイティングポーズを示し続ける以上試合が続行される、ため、グローブの軽重と安全性は、関連が薄いと考えられることなどを理由に、 前日のパパのルール改正には反対を表明した。ありがとうございます。